どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日からですね、ジャルマイル、動画、やっていきたいと思いますんで、今回の動画ではですね、たくさんあるジャルカードの中で、おすすめカードはどれかっていう、ね、感じで、やっていきたいと思います。ジャルカードもね、結構たくさんあってですね、国際ブランド全部入れていくと、25とかね、そのぐらいあるんですよね。まあ、それにね、学生カードとかね、そういうのも入れていくと、まあ、さらに増えたりするんですけども、今回はね、この中から、ジャルカードのおすすめはどれかっていう話をね、していきたいと思います。ジャルカード一覧ですね。もうまずね、左上の普通カード、その下の、クラブ A カードですね、右上のクラブ A ゴールドカード、プラチナカードですねっていう感じになっておりまして、まずね、普通カードから、いくと、年会費2,000円、基本還元額が 0.5% っていう風になっております。ちょっとそのまま飛ばしてね、クラブ A カードに行きますけども、クラブ A カードは年会費10,000円、基本還元率が 0.5% のクレジットカードっていう風になっておりまして、こちらね、ショッピングマイルプレミアムっていう、別途ね、3,000円払うプログラムがあるんですけども、まあ、そちらをね、支払うと、還元額が 0.5% から 1% に上がるっていう感じになっております。で、これね、基本的にこれ持つ方はね、まあ、入るっていう感じになりますかね。まあ、還元額はね、 0.5% だと、まあ、かなり寂しい感じになりますもんね。で、その右側ですね、クラブ A ゴールドカードはと、プラチナカードですね、こちらはこのショッピングマイルプレミアムっていうものがね、まあ、付帯されてるんで、まあ、1% っていう風になっております。そのままね、次行ってみたいと思うんですけども、こちらね、クラブ A ゴールドカードが、まあ、年会費10,600円、プラチナカードが、31,000円っていう風になっております。ちょっとね、細かい特典はちょっとね、動画長くなっちゃうんで、ちょっと細かい特典はちょっと省かしていただきますけども、基本的に年会費と基本還元額は、まあ、こんな感じっていう感じですね。まあ、次に、アメックスカードですね、JAL アメックスカードの普通カード、こちら年会費6,000円の還元額が 0.5% で、こちらもショッピングプレミ、マイルプレミアムを加入したら 1% になるっていう感じですね。次に JAL アメックスゴールドカードですね、年会費19,000円で、還元額が 1%、 こちらショッピングマイルプレミアムが付帯っていう感じになっております。次にですね、JAL ダイナースカードですね、年会費28,000円の、基本還元額が 1% で、プレミア、ショッピングマイルプレミアムは付帯っていう感じになっておりますね。で、今ね、ババッと紹介させていただいたんですけども、こちらもね、ちょっと細かい特典はね、省かしていただいております。ちょっとアメックスのゴールド、カードなんでね、特典とかね、ダイナースの特典とかもね、ちょっと省かしていただいておりますけども、今ね、紹介していただ、させていただいたね、JAL の、カード、気づいてる方多いと思うんですけども、全部ね、還元額 1% なんですよ。年会費がね、高かったり低かったりしますよね。うん、プラチナカードだとね、31,000円とかね、ダイナースでも28,000円とかするんですけども、全てがね、還元額 1% っていう感じなんで、じゃあこの JAL カードの中で、じゃあどれを持つかってなったら、それは普通カードになりますよね。うん、年会費2,000円ですからね。っていうことなんで、JAL カードのね、基本的におすすめなのは、まあ、JAL カードの場合は普通カードっていう感じになります。で、JGC ってありますよね、JAL の、上級会員ですね、まあ、ANA でいう SFC みたいな、イメージしていただけると分かりやすいかなと思うんですけども、 JAL の、ね、上級会員になるためにはですね、この JAL の普通カードだと、これ上級会員のね、なれないんですよね。ですんで、もしね、今後 JGC 修行ね、されようっていう方は、クラブ A カードっていうね、年会費が10,000円以上するね、クレジットカードを発行する必要があります。まあ、この点でね、ちょっと変えていただければなっていう感じですかね。まあ、基本的には普通カード、まあ、上級会員いつか JGC 修行されるっていう方はね、クラブ A カードっていう感じになります。で、それにプラスしてね、JAL カードナビっていうね、学生専用のクレジットカードがあるんですけども、こちらね、一応知っといてくださいっていうのも、
このクレジットカードすごいんですよね。 JAL、学生専用 JAL カードナビっていうのが年会費無料で還元率が 1% で、ショッピングマイルプレミアムも入っていて、マイルの有効期限が無期限、さらに特典航空券が片道3000マイルで利用できるんですよね。まあ、こちら国内なんですけども、東京沖縄もね3000マイルで行けちゃったりするんですよね。これすごいですよね。ですので、もし、ね、学生の方はですね、もうこれ言いたくっていう感じですね。これね ANA にねない特典ですんで、ぜひねこれから、学生の方でねクレジットカードマイルを貯めていきたいという方はね JAL カードナビですね、おすすめというふうになっております。で、今ね紹介させていただいたのが、まあ、JAL カードのね、まあ、一覧っていう感じで、まあ、基本的にこの中からね、まあ、選んでいくっていう感じで、まあ、先ほど言った通り、JAL 普通カードがね、まあ、一番おすすめで、基本還元額は全部 1% っていう感じになりましたよね。実はですっていうわけじゃないんですけども、まあ、もちろんこれ知られてる方多いと思うんですけども、 JAL カードって基本的に全部 1% で普通カードでいいんですよね。JAL カードより還元額がいいクレジットカードってあるんですよね。 JAL マイルのね還元率がいいクレジットカードもね今回ね紹介していきたいなと思うんですけども、まずですね SPG アメックスですね、まあ、こちら私の動画でねもう何度となく紹介しているこれ SPG アメックスクレジットカードですけども、こちら年会費が3万1000円高いですね。高いんですけども、マリオットボンボイの、ね、上級会員がもらえたりとか、するクレジットカードで、年会費初年度から3万1000円かかるんですけども、それもねペイできるぐらいの特典がついてたりするんですよね。でこちらが基本還元額は 1% なんですけども、こちらね最大 1.25% まで上げれるんですよね。これで 1.25% まで上げれるのが簡単なんですよね、このクレジットカード。ただ単に6万ポイントを一気に、JAL マイルに交換するだけで 1.25% が、まあ、適用されて、まあ、この SPG アメックスっていうのは3ポイント1円で、本来6万ポイントを貯めて交換すると2万マイルにしかならないんですよね、 1% だと。ですけどもこれがね6万ポイント一気に交換すると5000円分のねボーナスマイルがつくんで2万5000マイルになるんですよね。ですんでこれで 1.25% っていう還元額は誇れるんですよね。本当にね貯めるだけっていうのはね、貯めて交換するだけっていうのはねこの SPG アメックスの強みなんですよね。それ以外にもですね、セゾンアメックスゴールドクレジットカード、こちらもおすすめの、クレジットカードなんですよね。こちらは、どこで使っても1000円で 11.25 マイルが貯まるクレジットカードっていう感じで、最大で1.375% までね還元額を上げれるんですよね。でこのアメックスのゴールドカードはですね、まあ、私のね今年おすすめしているクレジットカードの中の一つなんですよね。まあ、こちらはもともと特典がすごいね多いクレジットカードで、海外旅行保険がすごい充実してたりとか、プライオリティパスのねプレステージカージンっていう一番上の会員がねプラス1万円で利用できたりとか、まあ、特典がすごい多いんですよね。で、まあ、こちらね初年度無料なんですよ、年会費1万円なんですけども。ですんで楽天カード、楽天プレミアムカードだと、まあ、初年度からね1万円払って、まあ、プライオリティパスで発行される方多いと思うんですけども、まあ、それとね変わんないんですよね。で、海外旅行保険が充実してるんで、まあ、私個人的にはですね、まあ、どっちでもいいなと思ってるんですけども、どっちがいいですかって言ったら、まあ、こっちの方がね結構おすすめなんですよね。 1.375% の還元率をどうやって出していくかっていう話なんですけども、その前にねこの 1.375% を誇るクレジットカードはこのセゾンアメックスゴールドカードと、もう一つねセゾンアメックスプラチナビジネスカードも、まあ、結構おすすめなんですよね。先そちらね紹介してからねこの 1.375% の還元率の上げ方っていうのはね紹介していきたいなと思うんですけども、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードの場合は年会費が2万円、こちら初年度からかかってきます。で、2年目以降はですね200万円決済すると1万円の割引制度があって、
適用されると、まあ、年会費1万円で維持できるプラチナカードなんですよね。これこちらねビジネスってついてるんですけども、こちらね誰でも発行できるんですよね。あの昨年のね結構お祭り騒ぎになったのはこのクレジットカードでね、まあ、とてもすごくて、プラチナカードなんて発行できないじゃんって、まあ、普通思う方多いと思うんですけども、審査かなり緩めです。私のねツイッターとかで話させていただいている方は、普通にね主婦の方でも発行できたりするできるねクレジットカードっていうことですので、いやできないよみたいな感じでね思わなくていいかなっていう感じですね。200万円使う方だったらセゾンアメックスゴールドカードよりねこちらの方がおすすめなんですよね。あのセゾンアメックスゴールドカードの方も、まあ、おすすめはおすすめなんですけども、あの 1.375% まで還元率を上げる場合はセブンマイルクラブっていうね、4000円かかるねプログラムに加入しないといけないんですよね。でこのセゾンアメックスプラチナビジネスの場合はそれは入ってるんですよね、年会費に。ですのでもし200万円決済ある方はねこっちの方はねおすすめっていう感じになってますね。ですんでこれね2万円ですけども年会費割引を受けられると1万円、しかもこのクレジットカードにねプライオリティパスのプレステージ会も付帯してますんで、だから200万円使って1万円の割引をね受けられた方はこちらねかなりコスパのいいクレジットカードになるんですよね。でそれ以外にもですね、海外旅行保険がね充実しているのもそうなんですけども、まあ、私の動画でもね紹介させていただいたタブレットプラスっていうねホテルステータス特典もあるんですよね。まあ、そちらもね、まあ、詳しいことはね、まあ、動画見ていただければなと思うんですけども、そちらも結構おすすめのね特典となっておりますんで、セゾンアメックスプラチナビジネスカードですね、こちらもおすすめっていう風になっております。で、次にですねこのセゾンの、クレジットカードの、1.375% の還元額を上げる方法なんですけども、こちらはですねスマートフォンアプリのセゾンポータルっていうねあのセゾンが出しているスマートフォンアプリがあるんですけども、そこでねスコアを一番上まで上げると永久不滅ポイントが2倍になるんですよね。それを適用していくと最大 1.375% の還元額を誇れるんですよね。まあ、これが、最大還元額の出し方なんですけども、じゃあそのスコアを上げるのはどうすればいいんですかっていう話になるんですけども、これね一概に公開されてないんですよね。もちろんアプリを開いたりとか、このアプリのね質問コーナーみたいなのがあって、まあ、それでね質問に答えるとかね、もちろんクレジットカードの利用も入ってくるんですよね。であのクレジットカードの枚数であの利用しているみたいなのもねあったりするんですよね。これね結構諸説あってね何とも言えない部分なんですよね。いかがだったでしょうか。今回はね、たくさんある、JAL カードの中で、どれがおすすめかっていうお話をさせていただきましたけども、JAL カードに関しては基本的に、全てのね、還元率、まあ、1% っていう風になってますんで、まあ、普通カードでね、いいんじゃないかなと思います。で、上級会をね、JGCC をね、検討されている方はクラブ A カードですね、に、していただければなと思います。まあそれ以外にですね、まあ、今回 SPGAMEX とセゾンカード紹介させていただきましたけども、まああの年会費ね等々の兼ね合いもありますんで、まあ SPGAMEX ね簡単ですけどもやはり年会費は高いですからね。その点セゾン、AMEX ゴールドとかだとね、まあ、結構年会費が、まあ、安かったりしますんで、基本的にはね JAL 普通カードと、もう一つねどちらかね保有して、まあ2枚使いみたいな感じがね個人的にはおすすめかなっていう感じなんですよね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。